ットボットで買えるコマースという、うん、ギボンズというのを持ってます。チャットボットコマース、ね、チャットボットコマースっていうところで、はい、チャットGPTっていう和食の作り方動画やってまして、はい、再生回数が2000万回2000万回突破と。さん、ピアラ社で海外、つまりその越境 EC の、 あのマーケティング支援も割とされているじゃないですか、はい、そこは今どういう感じですか。はい、今まあこれから越境 EC と協力に上げ、まあ、売り上げ上げていこうと思いまして、我々の一番強みとしては貿易の通関、うんうんうん、それから国内物流、海外物流、うんうん、それからシステム面ですね、うん、EC カード、ショッピングカード、それから広告、うん、まあ、全てを、うん、まあ、一括代行しておりますので、うんうんうん、まあ、任せれば大丈夫というところで、はいはい、今タイ、台湾、中国、ベトナムとこの4カ国を中心にやっておりまして、まずは注力しているところってことですね。その4カ国ですね、はい。で、台湾はもうかなりビジネスの成功事例がかなり出ておりまして、うん、中国はやはりまだ有名なものが売れる土壌で、うんうん、なかなか攻略少し難しい、うんうん、今セカンドチャイナというところでタイ、ベトナムというのが注目されていて、うんうん、まあ、そこにあまりこう特化している企業さんは少ないので、うん、我々はまずそこの市場も一気に取りに行きたいなと思います。タイ行ってましたね、フェイスブックそうです。タイは6年前からもうシステムのオフショア開発で実はもともと出ていて、で今そこからサービスインが始まっていて、タイで我々 EC カード作ってるんです。その開発拠点として、開発拠点としてタイの役割は今 EC カードになっていて、なので多言語化されています。でもう一つのメリットが今チャットボットで買えるコマースという、うん、ギボンズというのもチャットボットコマース、ね、チャットボットコマースっていうところで、はい、東南アジア特にベトナム、タイ、台湾はもうフェイスブックカバー率が7割から8割、もともと通信のパケット通信料かからないので、皆さん情報をフェイスブックで検索してフェイスブックで動画見て楽しんでると。なのでフェイスブック見た情報について買いたいって、本当は今 C2C もそうなんですけど、うん、メッセンジャー入れてこれ買えませんか、コマースシステムないですけど住所とあれ教えてくれたら送りますよで終わってるんですよ。へー、そこで僕らが今チャットボットコマースを入れたので、うん、このリンク、まあ、なんか見ました欲しいです、メッセンジャーで自動的に、はい、住所入れてください、決済終わり、はい、配送っていうのが自動的になるシステム。最近 Facebook もなんかFacebook ページなんかどっかの企業の行ったらパッと立ち上がって質問できたりとかしますけど、はい、それが変えちゃう、まあ、変えちゃうとこまでですね。裏側が EC なんでちゃんと在庫情報を見て、はい、でお届け先、決済終了、購入が Facebook メッセンジャー上で終わってしまうので、はい、飛鳥さんのところがどっか日本のクライアントの商品をタイ、ベトナムで今もう売ってるんですか。実際そうです、そうです。でタイ、ベトナムの Facebook でご紹介をし、うん、その企業ですね、うん、でそれを広告かけてみんな見ました、はい、まあ、ポチッとしたらメッセンジャーがビョン立ち上がって、これ購入されますか、ご質問ある方は別に飛ばします。タイだとチャットで買ったことある人が人口の 51% です。マジですか、はい、チャットで、チャットです。だ結構そのチャットで買うっていう文化がちょっと日本ではあまりまだイメージがないんですけど、あんまりそうですね、アジアだとなんかもう質問して買うっていう文化が結構ついてるんで、なので合うのかなっていうので今進めている感じですね。スケさん説明資料に載ってるんですけど、チャンネル J っていう和食の作り方動画やってまして、はい、再生回数が2000万回突破と、やっぱり和食ってすごくやっぱりこう世界的に見てもすごく情報として強いコンテンツで、まあ、世界文化遺産、そうです、無形文化遺産ですね、無形文化遺産ですね、なので本当にあんまほとんど広告関係ないものすごいいろんな方見ていただいて、なのでそれを見た方に食品通販とか今始めてます。コマースを連動させて、その和食だったりとか、和食だったり、日本の調味料とか食とか、まあ、例えば化粧品のやつを出しても正直親和性が日本なのであって正直売れたりするので、まあそれをメディアも持っているというところもちょっと強みに、海外展開なんか面白そうですね。そうですね、やっぱりもうどうしても人口がピークアウトしていくと、企業の皆様は今第3次ブームぐらい越境したがってますみんな、はい、みんなが海外に行かなきゃあもう国内ももちろん頑張るけれども、うん、やはり外で売っていかなきゃ買っていけないというところで、うんうんうん、そのご要望が多いので、うん、なるべく我々も現地パートナーを探し、うん、まあ、問題はやっぱり個別配送がちゃんとその国内でできるのか、安全にお届けできるかっていうところができた国から少しずつ進めていく。インドネシアとか行きたいんですけど、やっぱりハラールの問題の対応だったりとか、やっぱり宗教的な問題も入ってくるので、まあ、いろんなところ我々も学習しながら今この国を少しずつ増やして皆様のご支援をしていきたいと。なるほど、
まだまだあの海外も開拓予定ありますけど、国内も海外も両方ですよね。そうですね。でもまずはそのやはりまだ我々 KPI 保証サービス皆様に昨年末現在181社しかまだご利用いただいておりませんので、ウィタンドヘルスだけの業界にとっても3000数百社我々ターゲットにしている会社さん、国内ですね。はい、国内ですね。はい、でさらに食品領域でいうと万を超えていく形になるので、マーケティングコミットカンパニーが普通になるように、うんうんうん、コミットができるような会社が普通だよねって言われるような形でまずシェアを伸ばしていくことと、うんうんうん、同時にやはり海外は同時に見据えていかなければいけないので、うんうん、LINE の軸としてかなりチャンスもあるので、うんうん、KPI 保証の一つのサービスとして、うん、海外に広げていきたいなという感じですね。国内外でなんか結構売れてる商材でなんかランキング1位とか2位とかなってるところを飛鳥さんのところがやってる可能性もあると。そうですね。もしくは本当にアジア人悩みが一緒です。ほう、面白いのはアジア人ってなんかちょっと、まあ、髪の毛が薄いとかそういうのコンプレックスを持たれるのが非常ですけど、うん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 、外人ってこう、まあ、髪の毛が薄くてもかっこいいっていう俳優さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、アジア人絶対的にその国ないんですね。今見て売れてる上位に入ってます。日本だけじゃなくて、はい、日本だけなんです。結構アジア人は、まあ、話しても同じなんですね、はいはいはい、黒人は分厚い、白人は肌が薄いとか、全部、まあ、アメリカじゃ体格が大きいのにそもそもサプリの容量が足りないです。なんでこうアジアに向けては非常に面白いビジネスができるかと、うん、国内外まだまだってことは。そうですね、もう本当にまだ始まったばかりなので。ピュアラ社じゃまだまだここに出ちゃってますけど、1000億ペケペケ年までは行ってますけど、ね、あまずは売上1000億ってところまで行くところを目指すので、今期終了時で100億オーバーだったので100億オーバーですね。来期の5000億120億トップなんですけども、あ、まあ、やっぱりまず1000っていうところをまずやっていかないと、うん、もう本当にビューティーアメリカ市場が、うん、今 EC 市場の通販市場だけに2兆6兆億ありますので、大きいですよね、はいはい、で海外入れるともうとんでもない大きい市場もあってますので、ね、はい、まずそこのマーケティングをしっかりご支援できて、うん、この産業を成長させていきたいなというふうに考えています。飛鳥さん、あのますますあのピアラ社の、これからの成長にも期待してますので、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。